爪筋のだるすぎる爪ってなんで伸びんのっていうねことをぐちぐち言いながら、爪に対する思い、これをまあちょっと語りながらね、爪を切りたいと思います。もうね、爪ってね、なんで伸びるんやろね。髪の毛とか、まあ、それは伸びてほしいよ。伸びてほしいというか、まあハゲないでほしいね。だから髪の毛とか伸びるのおかしいことと思わへんし、まあそれに伴って体毛、すね毛とか脇毛とかチン毛とか腕毛とか、まあ指毛とか、まあいろいろあるけど、まあハゲないんやったらばええわ。だからそのすね毛生えんなって言うてんのに、その髪の毛は生えろっていうのはちょっと矛盾じゃないですか。だからすね毛とか、まあ我慢するからハゲないでほしいとは思うけど、実際はでもあれらしいな、そのすね毛とか濃い人は男性ホルモンが強いからハゲやすいみたいなのあるらしいけど、なめんなよと思うけどな。うん、爪切っていきます。まああの利き手が僕右なんで、まず、左手で爪切りを持って右からね切ります。で爪切りはこれあの実家から持ってきた謎の、あ、NASA、 なんか謎のアメリカの宇宙の会社の、アメリカの製造機のデザインの爪切りを使ってますね。はい、こだわりはないです。やっぱでも爪っていつ切んねんって話やけど、切り始めるまで長いけど、あ、逆光すぎるけど、あと爪ってやっぱ伸びてたら不清潔じゃないですか。まあ不衛生、いろいろ言われるし、やっぱ長い長いと、かといってその切りすぎるとね、深爪はまた深爪でなんか言われるし、うん、こいつのポジションなんやねんっていう。昔はね、その狩りとか、まあ、狩猟採集してた時代、木の実とかね、そのバンって割らなあかんとか、トラとかのねお腹にバーン刺して殺すみたいな、ないか素手で。まあその爪がとんがってた方が、まあ昔の狩猟採集の時代ではやりやすかったんか知らんけど、もう現代爪いらんから、現代爪いらんよ。ギター弾くにしても、ペン持って勉強するにしても、やっぱ邪魔じゃないですか。で、やっぱあると、人のことちょっと傷つけちゃうかもしれんし、手を差し伸べた時に、手を差し伸べるっていうのはあれよ、道徳的な、その、精神的に差し伸べるんじゃなくて、本当にね、本当にこう、手を出した時に、ブワーってね、拍子に傷つけちゃうかもしれんし、傷つけるっていうのもあれよ、その、だから、手を差し伸べると、僕が言ったことと一緒よ、その、傷つけるっていうのはその、誹謗中傷とかそういうことじゃないよ。だから意味ないんすよ、爪。爪意味ないよ。で、語りながら切るのむずいな。まあ、切ります。で、だから意味ないと思ってるんで、僕は結構深爪でね、切りますけど、さっき爪飛んだな。で、爪飛ぶ。そう。爪切りの時、爪飛ぶねん。こう、ティッシュを下に用意したけど、飛ぶ。実家の時はだから新聞ね、撮ってたから新聞紙とか、広告のチラシとかでね、やってたけど、まあ、この爪飛ぶに関しては、そのなんか、電動のなんか、ヤスリとかね、爪を、ま、切るんじゃなくて、その、するというか、ヤスる人、おるけど、ま、さ、わざわざそんなん買わへんやん、その。いや、その、いくら爪切んのが嫌だとはいえ、その、ヤスリ買うのはまた面倒いわ、っていう。爪ヤスんのもまた面倒いわ、っていうので。俺がね、訴えたいのは、もう爪生えんな、ってことなんですよ。うん。爪生えるな。生えるなというか伸びるな。爪があっても何にもね、そのいやなんか力入らんとか言うよ。その爪なかったら腕に力入らんとか手に力入らんとか言うよ。いやまあだからある程度あってもええねんけど、その伸びるなよ。伸びたら逆にまた力入りにくいねん。なんでこうさ、その技術進歩してね、こう飛行機でその海外に行けたりとか、その車が運転できてたりとかするわけですよ。自動で運転できたりとか、なんかね、いろいろあるじゃないですか、最新技術。爪だけ原始的すぎる、ほんまに。いつまで経っても、いつまで伸びよるねんこの爪は。ほんで爪て売りやから、ほぼ爪、漢字の話ね、爪ほぼ売り。国語の先生が一回ウリのことを爪って書いとった。国語の先生が間違えるかと思ったけど、めちゃくちゃ笑われとった生徒に。いや国語の先生でも間違えるぐらいややこしいねん爪。まあ、いつまでたってもね、あのこう切り続けなあかん。ほんでね、その髪の毛とかと違ってこうスパンが短いでしょこいつら。その1ヶ月も伸ばせないですよ。2週間に1回は切らなあかんよ。
いや、早い人、気になる人やったら1週間に1回ぐらい切ってんちゃう？髪の毛はさ、まあ、男の人で1ヶ月に1回。1ヶ月に1回。まあ女性とかでこだわってる人は2ヶ月に1回ぐらい行くかな。でまあこだわってなかったら女性はまあ伸ばしてたら、まあ半年に1回とか1年に1回とかでいいじゃないですか。まあ男の人でももっと行くかもしれへんけどさ。まあ、さておき、でもその爪ぐらい切らへんでしょ、髪の毛は。で、その髪の毛を切るっていうのはまだそのね、整えるっていう意味で切るときもあるから。で、まあ、おしゃれとかもあるし、いろいろ。爪はね、切っても切らんでもおしゃれにならへんのよ。なんにもならへんのよ、これ。まあ、女性が伸ばしたネイルとかするけど、それから、別件ね、その女性だけの話やから、それは。音かネイルせえへんからね。はい、切りました。キモかった、爪。で、切った後のこのギザギザもキモい。切った後もだるいでしょう、爪って。割と深爪です。はい。僕は割と深爪です。もうめんどくさいんで。噛んだりとかはしないですけどね、爪。でもね、こう、うわぁ、キモ。で、まぁ、せっかくなんで足もやります。なんで足もね、足なんか特にあれやよ。その、靴下破けたりするからね、ほっといたら。その、お前のために伸ばしてんねんぞっていうか、その、お前のためにやってんのに、お前靴下に危害加えるなよって思います。爪、ほな切るぞっていうかさ、切られて痛い痛い言うの爪やないですか。ほな、おとなしくしとけって、思いますけどね。で、もうこの、爪のね、赤も臭い。うん、特に足とかはなんか赤溜まってて、正直ちょっと興味湧いて匂い嗅ぐじゃないですか。臭いね、爪の赤。爪の赤というか爪の中のなんか成分、正直臭い。うん、もう女不清潔なやつ伸びるなよっていうのは、そのなんでわざわざその不清潔な方に進むわけ。伸びなかったら不清潔にならへんのに。人類がさ、いつまでだっても爪にこう、ね、振り回されてるの。ダサいと思わへんか？ちょっと危機感感じろよ、理系。理系の人がこういうのやらなあかんのちゃん。なんで俺らはいつまでだってもこう爪を2週間に1回切る。その、どんな人でもよ。例えば今日理不尽に、その怒られた上司がおってもね、その上司も2週間に1回爪切ってる。うん。幸せそうに、その、手つないで歩いてるカップルも、2週間に1回爪切ってるからね。そう。どんだけ意地悪な、その、社長とかも、爪は切らなあかんから、さすがに。そう、老若男女、爪はやっぱな、切らなあかんのよ。なんやねん、それ。なんでみんな共通してあることが2週間に1回爪切ることやねん。もっとあるやろ、爪以外にやらなあかんこと。いや、ひょっとして、この世界が平和じゃないのはもう爪があるからじゃん。ね。そう、爪を2週間に1回切らなければならないとかいう、その、もう、ダサいタスク、めんどくさいことをやってるから、いつまで経っても世界は平和じゃないんじゃない？貧困とか、戦争とか、あるんじゃないん？ほんま、切りました、全部。きっしょ。で、もうこれね、こう飛び散ったやつを目で追いかけてて、後でね、取るんですけど、こう、全然追いかけられきれてない時あるよね、その。後々掃除した時に、お前ここにも、こんなとこにも爪飛んどったんかいっていうのあるよね。めんどくさー。はい。一応ティッシュ2つかましてたんですけど、こんな感じでーす。閲覧注意。こんな感じ。ちょっとゴミとかも拾ったんであれなんですけど。見えへんか？見えへんか？見えへんな？いや、はい。汚いし。キモかったです。ご視聴ありがとうございました。失礼します。